はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでひろしさんですね。はい、よろしくお願いします。いや、ようやく発売になりました。はい、お待たせしました。ワンボックス24パックですね。で、ワンパック4枚入りになってます。とりあえずワンパックだけ開けます。で、レギュラーカード3枚と、まあ大体後ろに何かしら、まあレギュラーがね、はい、お寿司。レギュラーが4枚の場合も、じゃあ、普通にありますので、まあ大体何かしら、大体ですね。はい、じゃあ、あと全部開けてからカードチェックです。24パックですからね、東京でね。シリアルは67ぐらいないね。67ぐらいです。まあでも、かなり出る方だと思いますよ。67って言ったら。初期のトップスさんのサッカーのクロームとかも、まあそのくらいは出たかな。7、8、9とか、シリアルね。7、8ぐらいが多かったかな。それだと今は激少ない生産数っていう認識ですから。よいしょ。結構今日はね、赤、お尻が出てるんですよ。だから結構スパフラとかも引けないかなと思ってんですよね。はい、じゃあ行きまーす。はい、で、RC マーク付きはね、別に弾いておきますんで。はい、ヤクルトのリーフ、これですね。はい、で、青リーフ、はい、ロッテの選手、高部さん、150シリです。で、ルーキー、青柳さん、阪神リフですね。楽天ルーキー、パープル、西武ライオンズ、これは299シリアル2枚目インサート、柳田さん、綺麗ですね。これもルーキー、ルーキー。はい、リフは中日、オレンジがありますね。さあ誰でしょうか。25枚限定です。ヤクルト、お、奥川くんだ。おお、はい、2年目なのかな。はい、奥川でも初めてのトップクロですから、それで25枚限定です。おお、いいっすね。これいいっすね。おめでとうございます。はい、シリアル3枚目木下さん、ルーキーですね。西武ライオンズ、リーフです。ヤクルト、小川さん、これ199シリアル4枚目、4枚だね。インサート、吉田さん、リーフはベイスターズ、パープル、ロッテ、唐川さん、299シリアル5、岡本さんね。で、村上さんで、佐藤さん来ました。箱で必ず出るわけではないので全然いいですよ。はい、これは長野さん、長野さんですね。リーフ、アオリフ、はい、ルーキーです。楽天、150
1,2,3,4,5 シリアル6、一応店長的なノルマは達成です。で、箱1のインサート坂本ちゃん、はい、これかっこいいですよね。箱1のインサートです。で、広島の選手堂林さん、リフ、はい、マッキーさんだ。で、広島のルーキーですね、はい、1,2,3,4,5,6、シリアル7で、佐藤さんが2枚目きました。大きいですよ、はい。で、坂本さんルーキー、中日リフ、最後色付きだ、シリアルだ。あ、シリアル8になりました。日ハムですね、加藤さん、はい、これ199となりました。おお、佐藤さん2枚にシリアル8で、一番少ない25シリが、奥川さんね。佐藤さん2枚、大きいですよ、うん。箱で必ず出るわけではないので全然ありです。奥川くん25シリです。いいっすね、オレンジ。まあ金以下はね、当てたいところですよね。まあランダムですからね、そこはね。はい、299199、シリアル8出ました。まあ6出ればだと思います。で、7もあり、こうやって8もある。それはまあランダムですんで、引き次第ね、引き次第です。299が3枚、199が2枚で、150が2枚出ましたね。で、99とかが出なくて一気に25に行きました。はい、こうですね。3,2,1,5,5,6,7で8、シリアル8、奥川くん、はい、となりました。で、佐藤さんがルーキー2枚出ました。かなり良かったんではないでしょうか。はい、ちょっと待ってください。はい、じゃあお客様右側のタブで参加をします。ワン、ツー、スリーノーハンドですね。はい、まあ漁協です。はい、ということで明日の発送となります。最短が明後日着ですね。はい、 お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。